まあ、その行動で同じメニューを被らさないっていうのと、やっぱり盛り付けの色合いだとか、まあ栄養の偏りだとか、全員が好きな味っていうのはちょっと難しいのはあるんですけども、やっぱり少しでもまあ活力をつけてもらえるように、そういうところはちょっと工夫しながら作ってます。船ではしけとかで揺れたりするので、棒の下に濡れタオルなどを引いて、滑りを防止して混ぜ込んでいったりしてます。時間があるときは前日から漬け込んで冷蔵庫で1日一晩寝かしておくと味がよく染み込むのでお勧めします。では最初にカツオの下ごしらえから始めます。できるだけ刃先、まあ、切る方には物を当てないようにするのと、まあ、大体1週間ぐらいの行動が多いので、行動終わりとか次の行動始まりのすぐには包丁で1回研いで切れ味を戻すようにしてます。では肉いきます。まず最初にバター入れます。昨日漬け込んだお肉を入れていきます。次に人参入れます。次にじゃがいも入れます。玉ねぎ入れます。水を入れます。先を拭いていきます。もうちょっとですね。ちょうどいい色です。西川さん、男の子の気持ち分かってくれてるかもしれない。最高ですね。